皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、今日はですね2月28日火曜日ですね。なので、2月最後の取引ということで、まあ注目銘柄としてはね、やっぱアースインフィニティが、あのショート動画ではその特売りの板ですね、特売りの板を上げたんですが、ストップ安ということと、まあ、近江県市、東京通信などは、まあ、下げてる、まあ、続落という形、まあ、キャンバスも下げてますね。まあ、ただ、そのキャンバスの下げはね、ちょっと、これから3000とかね、上重いなと思いますけど、近江県市とかの下げに関しては、ブライトパスバイオみたいに、なんかまあ窓付近とかね、下げた安いところ拾いたいなっていう、まあポジティブっていうか、まあ安かったら拾いたいなっていう考え方の下げで、見ています。なのでまあ今日はね、まあそこら辺、アースインフィニティとか東京通信とかですね、キャンバス、近江県市とですね、材料でいくと、まだ PTS 動いてないんですけど、まあ一応ダブルスコープから、まあ、IR というかですね、お知らせ IR という形で出てるので、一つそれを紹介して見ていこうかなと思います。で、まず地合いからなんですけど、まあ、ちょっとね、これ目立つと思うんですけど、なんかね、さっきぐらいからですね、この1時間前ぐらいから、為替、かなり円安方向にね、一気にズドンと、上がりました。で、まあ、ちょうどポイントになるというかね、この、昨日、おとといの高値を超えるとこだったので、超えた瞬間というかね、に一気に、まあ、買いが入ってというか、大きく抜けてっていうこともあってだと思います。まあ、材料というか、なんか発表とか材料っていうのはちょっと自分今のところ把握してないんですけど、まあ、この直近の高値更新っていうのも一つあるんじゃないかなとは思いますけど、で、まあ、今日はですね、その、為替今のところ136、まあ、後半に、推移しているということですね。まあ、ユーロも大きく上がって、だからまあ、これ見ると、ドル円とかユーロが上がっているので、まあ、対外的というかね、その、円が売られているという構図で、今のところ動いているのかなと思いますね。で、昨日、ダウが、まあ、プラス72で、まあ、久々ね、久々というかちょっとまあ、プラスでは上げたんですけど、まあ、逆にね、ちょっと不安になる上げ方というか、せっかくプラスなのに、まず陰線と、プラスとは思えない、プラス72とは思えない、長い上髭の陰線ですね。と、そこをですね、しっかりこう、黄緑の短期線に抑えられているので、せっかくプラス72なんですけど、まあ、限りなくこう、マイナスチャートというかね、この日足としては、まあ、陰線とか上髭の印象の方が強くなってしまったかなと、まあ、弱い方が、なんか強いイメージに見えますね、これは。で、日経平均。まあ、引けにかけて売られて、まあ一応プラス21なんですが、まあこちらもこう、引けにかけて落ちていくという形で、ただマザーズはね、プラス 12.45、1.69% 上げなので、まあ一応この800手前からね、ずっと740まで落ちてきたところで、なんとかまあ反発なんですが、まあ、こちらもこう、黄緑のね、今短期線に頭を抑えられているというか、超えられていない状況なので、まずはね、明日も、今日と同じぐらい上げて、まあ、760ぐらいまで行ってね、短期線を超えてくれば、ちょっとこう、面白くなってくるかなと思います。で、早速ですね、まあ、銘柄、見ていきたいと思います。で、まずは、ストップ安、アースインフィニティからですね。はい。で、アースインフィニティ、マイナス1000ということで、PTS がね、7100とか、まあ、だからストップ高で PTS 確か推移していて、で、寄り付き、6800ということで、ちょっとストップ高より安く始まったんですよね。で、そっから特売りが、始まってという形で、
まあ、その板に関しては、ショート動画で、上げています。その売られている時というかね。で、ストップ安貼り付いて、で、買われて一時プラテンしたんですよね。6300ぐらいですかね、まで上げて、これまたストップ高いっちゃうのかなと思ったら、特売りが始まって、ストップ安貼り付きということで、5170、16% 下げと。まあ、なので、一応ね、昨日ストップ高だったんですが、その前ですね、金曜日の動画で言った、マシタンがありますということと、まあ、出来高が1個ね、抜けてちょっと多かった後、出来高がここで減ってきたということと、まあ、下髭の陰線で、ストップ高なんですが、まあ、一応陰線ではありますよと言って、で、まあ、あと6000っていう節目ですよね。で、まあ、昨日がストップ高だったんで、自分は金曜日に言って、月曜日、昨日が、まあ、危ないというかね、もしかしたら、激しく動くかもって言っていたんですが、昨日は結局張り付いてストップ高だったんですが、まあ、今日ですね、やっぱりその6000、まあ、超えたところですね、で、激しく動いてきたということで、5170と。いうことになっています。で、PTS の動きとしては、390、まあ、プラスですね。プラス390の 7% 上げなので、まあ、ややこう、反発というかね、高いところ6000まで行ってますね。で、下は5500ということで、まあ一応ずっとプラスでは推移しているんですが、まあ、チャートが大陰線なんで、このまま落ちるっていう見方も多いと思いますけど、まあこれだけね、綺麗なチャートで爆上げの途中というかね、なので、まあ一概にもここてっぺんとも言い難いですね。まあもちろん明日からこうずるずる落ちていくっていう可能性も全然ありますし、まあ明日、6000超えるぐらいまで戻してくると、そのままね、まだ上目指せるんじゃないかっていうチャートで、まあ今日がただの押し目だったりとかね、一回こう利確とか、まあ信用買いとかその減らしただけっていう感じで、まだまだ上げてくるんじゃないかなっていう可能性もあるので、正直、例えばキャンバスのね、大きくこの大陰線の時とかは、ちょっとこれでも3000が重いとかね、東京通信上髭2発の時もこれちょっと上値重いとか売りになるのかなみたいに言ったんですが、アースインフィニティはちょっとこの今までの上げ方を見ても、一概にこれでもう絶対売りだとか下げるまでは言い切れないかなってちょっと難しいところですね。まあ確かにこう大陰線でね、まあ一つ目安になるものがなかったので、その青天井というかね、当たる今までの高値でもこういうの部分がなかったんで、そういう面では一応6000でまずこの大陰線というこのラインと、まあ一応このストップ高のね、この6000付近がまあ被ってるので、まあ一つこの6000超えたところっていうのがまあ目安じゃないですけど、一つ抵抗線とかサポート線になりやすいかな、意識されるラインになるかなと思いますが、まだこれが上に行くのか下に行くのかっていうのは今日だけではちょっと決められないかなっていうのが自分の、印象というかね、意見です。で、まあ、ちょっとこう余談というか話変わるんですけど、まあ、最近ですね、まあ、見てるのが、まあ、テーマですね、自分が言ってるのはその AI 関連と、まあ、子育て関連とかね、学び直しっていうのがやっぱテーマだなっていうふうに言ってるんですが、やっぱりね、最近っていうかもうこの 1,2 年ね、まあ、レーザーテックとかね、すごい伸びをしてますが、やっぱりね、半導体っていうのがテーマとしてやっぱ根強いし、まあ必要不可欠な存在ではあると思うんですよね。なんでまあ半導体不足っていうところだけでいくと、正直もうちょっと遅いし、まあ結構上がりきったりね、もう変な話も下がってるところもあったりするんで、まあ今から大きく何倍を狙うっていうのもね、まあ 0% じゃないですけど、まあかなり難しいとは思うんですよね。まあなので、自分が今見てるのは、その出遅れの半導体銘柄っていうよりも、
なんかその次世代半導体、なんかまあパワー半導体とか出てきますけど、その次世代半導体銘柄を、まあ、昨日とかはちょっと見ていたんですが、まあ、ここまで行ってね、この銘柄がいいとかこれだっていうのがまだなくて、まあ、見始めたんで、まだ全然あの人にこう言えるほどの知識でもないし、これだっていう銘柄が見つかったわけじゃないんですけど、一応やっぱりこの半導体半導体って言われてる中で、そのすぐ解決する問題じゃなくてね、これからもずっと続くテーマって考えると、やっぱ次世代半導体だから EV 自動車とかもね、その一時ピークっていうか、こっからこう増えていくとか、こっからこう流れが来るって考えれば、パワー半導体のまだ安いとかでかく跳ねそうなところと、まあ欲を言えばね、ちょっと無茶苦茶な話なんですけど、プラス AI 銘柄とか、プラスメタバースとかね、だから AI とメタバース関連とか、AI と半導体が被ってる銘柄とかね、あれば、なんかどっちかで思惑が来たり、どっちかが跳ねたらいけるかなっていう感じで、ちょっと面白そうかなと思って探してるんですけど、まあ、なかなかね、そんなにドンピシャな銘柄もなくて、まあ、もしね、面白そうのがあれば、この自分の動画内で言いたいと思うんですけど、今のところまだ探してます。まあ、条件としては、時価総額が低い。100億以下で、まあ半導体、できれば次世代半導体、パワー半導体みたいなところと、まあ AI っていうところで、テーマに乗っかってるみたいなのがあれば、まああとチャート見てね、仕込みたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ今探し中です。また何かこう進展があったり面白いのがあれば、動画内で紹介したいと思います。まああとはですね、今すぐチャートが綺麗とか、今すぐ買った方がいいってわけじゃないんですけど、ゲームね、グリーンの子会社なのかな、グミね。グミとかも、なんかこう、底堅くて、将来的に、今、800ぐらいだと思うんですよね。これ、1000とかのね、高値更新したら、もしかしたら、こう、将来すごい伸びてんのかなって思い始めて、これから日々チェックしようと思ったのが、グミですね。で、まあ、銘柄、さっき言った銘柄に戻りたいと思います。はい。で、東京通信ですね。マイナス119で 4.67% 下げということで、まあ、チャート的にね、なんかここ真っ黒に塗りつぶしたみたいになってるんですけど、まあ、もともとこの上髭2本のね、陰線で、この2500重いかなと思って、そこ超えてきて、まあ、3000タッチ。で、最近ね、よく言うこの3000で落とされる、ダブルスコープ、マイクロ波科学、まあ、この後見るキャンバスとかね、のラインで落とされて、まあ、今日も一応、大陰線でね、まあ、プラスの時もあったと思うんですけど、まあ、ただ、黄緑の短期線で下髭なんですが、まあ、どうですかね、東京通信も、こう、チャート作り上げてきたってわけでもなくて、まあ、短期的にバンって上がったんで、そのさっきのアースインフィニティの、大陰線つけて、ここからちょっとまだ落ちるのは早いかなっていうのと、東京通信のこれだけ陰線ね、が出て、ちょっとこう3000付近は重いんじゃないかなっていうふうに思ってるんですが、これは、まあ同じ大陰線でもね、違うかなと。だから自分のイメージではアースインフィニティのがまだ上がる可能性もあって、東京通信のがちょっとやっぱり、重くなったかなっていうふうには感じるんですが、PTS はですね、マイナス46ということで、1.8% 下げとなってます。で、次はですね、キャンバスですね。はい。で、キャンバス、マイナス82、4.6% 下げということで、まあ、今日ね、粘れればっていうか、まあ、踏ん張れれば、一応この紫の中期線、25日線で、耐えれるかというとこだったんですが、まあ抜けたので、まあ次、まあ近いですけどね、50日平均、まああとマイナス50とか100ぐらいでタッチするとこなんですが、で、まあここを抜けるとね、まあもうこの窓ですよね、1300ぐらいですかね、のとこの窓に、
次なりますし、まあ、ここで耐えれれば、まあ、3000から1500、半値、短期間で半値で、まあ、ダブルスコープもね、ありました。3000から1500になっていった時ありましたけど、推移するのかなとも思いますが、まあ、一応、かなりもう、チャート的にはね、重いと思いますね。まあ、3000はかなり重いと思いますし、その後この揉み合ったね、2300ぐらいのラインも、まあ、上髭が出て、結局ここが短期線になって、最後落ちた時も頭を抑えられて落ちた感じですよね。この黄緑のところに。なので、やっぱり、ちょっと重いし、まあ、思惑とチャートとかだけで上がってきたので、正直こう、落ちた時にね、高値になった時にこう支えられる材料っていうのとか売り上げというのが今ないんですよね。将来の思惑とか IR 待ちになってしまうので、それで不確定要素で絶対いい IR が出るとか、絶対1ヶ月以内に出るとかっていう確約はないので、そこは怖いなと。まあ、ただ、もう2月28日で今月終わりで、いつも月の頭とかにキャンバスって、毎月の進展というか、報告みたいなのを出してるイメージがあるんですよね。まあ、なので、それの期待とか、それ次第でまた明日からね、3月頭に入りますので、上がったりとかもあるかなとは思いますが、まあ、その材料とか期待で上がるっていうのはもちろんあると思うんですけど、チャートだけで見ると、やっぱり、今が上昇チャートではないし、完全に、まあ、下を向いてる方向性としては矢印今下を向いてると見ていいんじゃないかなと僕は思います。で、次ですね。はい。で、近江健士マイナス17、3.6% 下げで、まあ、こちらも、まあ、この550の、陰線がね、今のところ高値になっていて、で、その前のやっぱりストップ高なんですが、陰線で高値揃ってるって、だから正直ここよりも、この前のね、この2本がかなりポイントになるんじゃないかと自分は思います。なので、まあ、500から550の間を一旦のね、こう、線というか抵抗線に、見て、それをまあ、超えられるか、っていうところで、まあ、下は下でね、ただまあ、300で結構硬いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、なので、今後の、まあ、伸びとか思惑材料を期待込めて、安いところは拾いたいと。まあだから自分はね、チャートが揃ってからというか、まあ V 字とか U 字になってからでいいんじゃないかなと思ってしまうんですけど、まあ一応言えば今日の底値と昨日の底値ね、この下髭のラインがまあほぼ同じ450で揃ってるってことはあるので、まあ明日反発って可能性も全然あります。チャート的にありますけど、まあ不安定というか、まあどうですかね、長期戦になる可能性もありますんで、バイオ銘柄みたいに、まあ上げ幅とかね、リスクと、まあリスクって言ってもそんなに大きくないですけど、考えて自分はもうちょっとできればね、こう U 字になったり V 字になって入りたいなと、勝手にこう待っている、低いところで待っている状態なんですけど。で、最後ですね、ダブルスコープの IR 見て終わりたいんですけど、このままちょっと注目銘柄読み上げさせていただきたいと思います。ブライトパスバイオがマイナス1で180と。で、バンクオブイノベーション、今日プラス280で 4% 上げ。で、エニーカラーも、プラス145で 3.4% の上げと。で、マイクロ波化学、マイナス30で2020になっています。で、あとね、さっき言ったその、まあ、グミですね、プラス2で820と。だ今すぐでもないし、チャート的にもまだ窓も開いてて、平均線絡み合ってる時なんで、まあ難しいんですけどね。ちょっとグミも今後こう、注目っていう意味では見ていっていいんじゃないかなと自分は思うんですけど。で、最後、ダブルスコープですね。見て終わりたいと思います。はい。ダブルスコープですね。プラス32、2.5% 上げということで、まあ、この低い、この1250のね、もうダブルボトムどころじゃないんですけど、
何回目なんだっていうところなんですけど、3回4回ここで下げ止まってるところで、一応まあ陽線が続いてね、下げ止まりかと、まあ、変な話これ抜けちゃうとね、一気にまた下にストンといっちゃう可能性があるんですが、まあ今回はそのチャートというか IR を見たいんですけど、まあ PTS はそんなに反応してないですね、上にも下にも。というかまだ売買が成立してないんですけど、最後ですね、ダブルスコープの IR を見ていきたいと思います。はい、韓国での特許無効訴訟に関するお知らせということで、まあこれただその PTS 動いてないのはまあ以前にも出ていたので、まあそんなサプライズでもないですし、まあ免疫ついてるかなっていう感じなんですけど、まあ子会社のダブルスコープコリアが特許無効を主張している旭化成の、保有の韓国特許について特許無効判決が出ていたんですが、上告を行わなかったためこの特許の、無効判決が確定しましたということで、まあこれプラスに捉えていい内容だと思いますね。旭化成が、まあ、ダブルスコープに対して提訴していた、特許侵害訴訟も取り下げられたっていうことになっているので、まあ、めちゃくちゃ上がる内容でもないし、めちゃくちゃ下がる内容でもないかなとは思うんですけど、まあ、一応ですね、ダブルスコープから IR で、韓国での特許無効訴訟に関するお知らせというものが出ています。で、今回はですね、以上になります。よかったらですね、下の概要欄に自分がやってるツイッターのリンクと、講座解説の URL ですね、あるので、まあ、講座解説しようかなと思っている方がいれば、よかったら、チェックだけでもしていってください。で、こちらのチャンネルですね、よかったらチャンネル登録して、別の動画も、チェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。